ですね、11センチぐらい、リアが11センチの前が、12センチ前上がってんじゃん。こちらはもうちょい 12. ちょいありますね。はい。で、こっちは 12. ちょい。まあまあ、ちょっと基準となるところを見るために、ホイールとボディが 6.2、3ミリ？うん。反対側？よいしょ。この辺か。こっちは 6.5、6ミリぐらい？ 6、7ミリぐらいか。はい、皆さんこんにちは、シューちゃんだぜ。いや、今年の夏さ、暑すぎで、もう作業全然やる気になれなかったっていうか、もう夏バテダウンしてました。去年はね、夏フェス？なんだっけ、幕張のフェスで、キッドの、警備の車やってたんで、要はね、キッドの乗ってる車をいつも防御するっていうね、もうめっちゃ疲れる仕事やってて、去年それでだいぶ体に来てたんだけど、今年の夏はもうその影響がヘトヘトです。はい、まあそんな話はどうでもいいとして、今回はね、このタイヤのクリアランスですよ。タイヤのクリアランス、これがね、まあタイヤが当たっちゃうわけなんで、どうにかしていきたいと。まあ場所が傾いてるんで、多少の誤差はあれど、若干前上がり状態、でメーカーに問い合わせたところ、まあこれが要は前後水平の状態で正解だと。まあ前のブッシュが減ったったら1センチぐらい下がるんだから、まあそういうもんか。でもタイヤ当たっちゃうんで、困っちゃったんで、こちらでございますね。はい、オーダーしました。というわけで、実に丁寧な梱包がされていますが、岩田製作所さんに作っていただきました。はい、こちらですね、スプリングスペーサーということで、設計して製作してもらったんですけど、ここのね、ちょっとこれ映ってんのかな、ちゃんと。映ってんね。はい。この厚みがね、0.2 ミリ。まさかまさかの、もう、なんていうの？美術的というか、すごいね。他のメーカーは、高い値段言ってんのに、ここを多少ざくりが出るかもしん、出ますよ。もう出るかもじゃなくて、出るって言い切ってましたね。なのに、ぴったり、すっげー精密。こんなにきっちり上げてくるとはね、いやー、思いもしないというか、あまりの美しさに、びっくり。この裏の仕上げとかね、角の面取りとかもう完璧ですね。はい。というわけで、今回はこいつをね、挟んでいきたいと思います。どうなんでしょうね。ダゼガレージ。というわけで、このスプリングちゃんね、ここにスペーサーを挟み込みたいと思ってます。もう汗が垂れてきた。
ましたね。ビヨヨンと伸びてる状態ですと。これだけじゃ抜けねえのか。簡単に落ちてきた。さて問題となるのはこのスペーサーが入るか。穴の大きさちょっと違ってた。やべえ、ガタが出るの言いやがって。超ぴったりで復帰したら狭かった。というわけで、ダイソーの240番ですね。はい、こちらに今削って、お、紙ヤスリじゃラチが開かないんで、ルーターでっていうか精度良すぎ。いやー、海の粉まみれになりましたが、結局0.1 ミリぐらい削ったかな。ちょっとぴったり切れすぎでしたね。まあこれでね、こちらに、こちらに収まっておりますが、あれ予想よりも飛び出すぎか。あれ計算間違いだな。バネの固形が怖いけど、まあ行ってみましょう。ガタもなくぴったり入りましたという感じで、ここがね、こけそうだよな。バネこけたら目も当てらんねえんだけど、まあちょっと行ってみます。ここね、ここ若干サビがあるんで、サビ転換剤塗って、ちょっと多すぎこれね。ちょっと多いね。こちらのね、ラバースペーサーって言うかな。これだけは国内在庫ありましたんで、新しいの買いました。水が溜まりやすいということで、というわけで、
る雰囲気はなさそうだな。試運転までが怖い。試運転ってどんだけな条件がね、厳しいことしないとね、わかんないからね。はい、というわけで車高止まらかんでしょう。さあ、じゃあ車を下ろしてみましょう。というわけで作業完了いたしました。というわけで結果発表。なんだそれが。13センチちょっとある。前が12センチちょっと。え、なんで前曲がってんの。前が 12.5。後ろが13ちょっとね、隙間増えたな、おい。え、何センチだったっけ。え、10いかないけど 9.5 ミリぐらい。 9.5 ミリ。え、こっち側でいくと、うん、こちらは 9.23。 おー、この隙間なんか元このぐらいだったよねって感じで、ちょっと予定より上がりすぎ。ああ、ちょっとオープンへの道へは晴れた彼方。いや、ドエルモジュールをまずやらなきゃいけないんだけど、それよりも足が気になっちゃって、足が気になっちゃって、やっぱ走るもんだからさ、足が決まってないと全然納得できないというかね。いやいや、はい、というわけで試乗、気持ちお尻が上がった感がやっぱする。いや、でも結構3センチ近く上がっちゃったもんね。予定では2センチかなと思ったんだけど、あれ、レバー比の計算間違えたかな。いや、そんなはずないんだけどな。スペーサーも5ミリぐらいちょっと予定より高いから、万が一外れること考えるのと、車高はもうちょい落としたいから、設計し直しですね。はい。ははは、また作んのか。前のお尻いつついちゃうんだろうって感じに比べたら、楽しみがないっすかね。どうなんだろうな。これで走って帰ってきたら、潰れてたら笑えるんだけど。ねえ、スペーサーが実はまだガッチリ入ってなくて、浮いてた事件とかね。なきにしにあらずだから。スリッポン塗りじゃないや。スリッポン、あれはオイルじゃない。なんだスリッポンか。ただのシリコンだよね。シリコンが挟まってるだけで、その分も浮いちゃったりしてんのかな。わからん。まあ、こういうのはね、もしかしたら鉄板の凸凹部分が今までゴムだから、その分沈んでた可能性があるわけですよ。で、硬いジェラルミンにしちゃったから、その凸凹部分を拾ってないで、それでまた数ミリ上がってる可能性も、数ミリってか1ミリもないと思うんだけどね。まあ、許容範囲として3から5ミリぐらいずれてる可能性はある。
気持ちいいし、なんか乗り心地も良くなったし、雑音消えた気がするんだけど、気のせい？そんなことありえんのかな。いや、でもお前だったらこういうどこどこって時バキバキって音してたもんね。こういうとことかね。ここはどうだ。あ、全体的に静かになった。まだフロントの高トンはあるな。フロントもね、右からを入れて広足組んで、何したかったんだっけ。本当はアッパーもね、アッパーマウントもピロー欲しくて世界中探したんだけど、ダンパーセットでしか売ってなかったんで、設計してみようかな。大丈夫かな。まあまあまあ、これも含めてちょっとね、フロントは逆に5ミリぐらい落としたい気分だから、リアもこれでちょっともう一回プレート作り直してね、若干のそのなんていうの、本当ギリギリ狙ってね、まあ入んなかったら削りゃいいやって、ガバガバでカタカタ言ってんだら嫌だから、ギリギリで設計したら本当にギリギリアウトっていうかギリギリすぎて入んなかったっていうね、ちょっと手間かかりましたけど、まあそれはそれでユースとしなければいけないから、もう元からそういうつもりだったからね。いや、いいな。マジか。もうちょっと誰もいないで前に。大丈夫だお前。おう。うん。え？ああいい感じいい感じ、間違えた、ウィンカーだぜ、ウィンカー。いやいやいや、え？ちょっと今高速入り口のコーナー走ってみたけど、いや前よりリアがちゃんとなんか踏ん張るからいい感じだな。何これ。ちょっとあとほんのちょっとだけ下げたいな。ちょっとだけ高いよね。ブッシュが潰れたらちょうどなのかな。やっぱちょっと高い。全体的にちょっとだけ高い。まあ多分馴染んだら下がるでし。まあ。はい、というわけで今回はリアをちょっと自作スペーサーで上げてみました。まあもしかしたらそのうち外れるかもっていうか、あ、ガラスが割れてるんで映り込みがやばい、ケースも変えなきゃ。まあいいや、それは置いといて、次回のオフ会8月14日月曜日か、お休みの日になりますんでね、朝9時から3時まで、13時のつもりじゃなかったっけ13時だったような気がするな。まあいいや、3連休なんでね、早く帰んないと大変なことになっちゃうと思うんで、早めに終わろうと思います。というわけで、まあこうやってね、皆さんの手塩にかけた車をぜひとも、手塩にかけた人もね、愛してる車でいいんで、自分の愛車をね、ぜひとも持ってきてくれれば、Z 本に限らずどんな車でも歓迎いたします。まあみんなでワイワイ楽しくやりましょう。というわけで次回もよろしくお願いいたします。次はね、フロント大改革するよ。